こんにちは、トシです。今日はエアフラフープっていうウエストを痩せにいいエクササイズをやってみようと思います。ニュース記事とかでも、ウエスト系は結構検索されたりとかしてて、ちょっと古いけどエアフラフープっていうのも、検索されたりしてるので、今回はエアフラフープをやってみようと思います。エアフラフープとは、単純にフラフープがあるようなつもりで、腰を回すだけのようです。フラフープがあるつもりでイメージしたフラフープを、動きを止めたら落ちてしまうと感じるくらいイメージして回すといいそうです。またスピードを速くしたりして、見ましょうということが書いてあります。では、実際にやってみようと思います。こんな感じでフラフープを回すつもりで動かすんだとは思うんですけど、フラフープを僕は一回も回せないのでこれでいいのかは分かりません。それでは反対方向も動かしましょう。結構一人でやってると多分寂しいと思いますが、ぜひチャレンジしてみてください。この記事によると、エアフラフープをするとお腹がポッコリしていたのがお腹が引き締まって、肌に張りと弾力が出てくる感じがしましたと書いてあるので、期待してやってみましょう。どうでしょうか、皆さん、できませんでした。この動画の元は、大地さんのブーツカットでビートボックスっていう動画から、ちょっとやってみました。下の概要に、リンク貼っておきます。本物を見て楽しんでください。それではまた。